さて、こんな話を変わりまして、民法の科目のお話、行政法の科目の話と。要は、民法ってこういう出題傾向ですよと。行政法ってこういう出題傾向ですよ。そんな話をしていきたいと思います。ですかね。まあ、詳しい中身の話っていうのは、まあ、各問題で当たっていくとしまして、まずは大雑把に全体の把握をしていきたいと思います。ですかね。はい。まずは左側、民法からです。この丸の1、2、3ってありますけども、これは、いわゆる出てくる頻度、よく出てくる順番、これでちょっと並べてみました。ですかね。まあ一応全部で3つっていう、まあ、型というかパターンというか、まあそこでちょっとお話をさせていただきたいということですね。はい。まず民法で一番よく出てくるのは丸の1、要件型と名付けました。どういう要件を満たせばこういうことできますか？どういう要件満たせば弁済を拒絶できますか？とかね。いうふうに、どういう要件を満たせばいいですかっていうことで、要件を書かせるというところ。まあ、要件。まあ、初めて勉強する方、まだちょっと慣れてないと思います。要は条件ってことで、どういう条件満たせばこう、どういうことできますかって話だということです。これが要件型と呼ばれるものです。まあ、これは本当よく出てくるということで、まあ、よく皆さんもね、テキストとかを使った勉強してる際に、はい、皆さん、要件覚えてくださいね、とかね、試験に出ますよ、なんてことを言われるんじゃないかと思います。ですかね。はい。で、次に出てくるのが丸の2、効果型を名付けました。まあ、効果って呼ぶにはちょっと荒っぽいのかもしれませんけども、例えば、はい、こういう事例の時にはどういうことできますかとかね、返還請求できますかとかね、いうふうにして、どういうことできますかっていうね、まあ、そういったところを聞いているということです。はい。そして、最後、3つ目ということで、その他と書きました。民法はですね、実は、出題の形式っていうものがかなりバラエティに富んでます。バラエティに富んでます。例えばこの後検討しますけども、民法177条、第三者ってどんな人ですかとかね。受動債権が不法行為によって発生したって場合に相殺ができない。なぜですかとかね。まあ、趣旨を書けとかね。いうふうにして、結構バラエティに富んでます。本当いろんな出題形式がありまして、もうとにかく、本当いろんなのが出てくるなということで、ちょっと感心しちゃったりするんですけども、まあ、そういうふうに、いろんなバラエティに富んでるということです。ただ基本となるスタイルっていうのは、いわゆる要件の部分と効果の部分、やっぱここを中心に聞いてくるというのが民法の特徴です。ですかね。ということで、民法の勉強の仕方、例えばテキストを読むときにここを意識してくださいというやり方としては、まあ、やっぱり要件と効果っていうところですね。ここをしっかりと意識して覚えていこうということになります。いいですかね。やっぱこの2つがよく出てくるってことですから、例えばテキストで、はい、要件はこれですよ、はい、差外行為取消権、1,2,3,4,5 ありますよ。はい、覚えてくださいってなったらば、まずはそれをしっかりと覚えていただくということですね。まあ、そこを意識していただくのが民法の勉強ということになります。要件、効果っていうのをまずはしっかりと覚えましょうということです。これが民法です。はい。今度は右側です。ごめんなさい。右側、行政法です。はい。今回、左側に民法、右側に行政法という書き方しましたけども、気づきましたかね？同じ記述式問題といっても、民法と行政法では聞くとこが違うんですね。聞くとこ違います。聞くとこ違います。はい。まず行政法で一番よく出てくるのって丸の1。まあ私定義型って名付けました。定義型。はい。この制度って何て呼びますか？何ていう名称ですか？っていうことで、制度の名称を書かせるという問題がよく出てきます。例えば、はい。この訴訟は形式的。当事者訴訟って呼びますよとか、はい、この判決は事情判決って呼びますよとか、はい、これは原処分主義って呼びますよとかっていうふうにして、制度の名称、定義を聞くというのが一番よく出てきます。で、これが一番皆さん書けません。書けないです。なぜか。択一で出ないから。択一で出ないから。例えば、原処分主義と呼ぶ、丸か×か。こんな問題出たことないっす。ないっす。ないから分かんないんですよ。ないから勉強しない。いいですかね。民法の場合はそんなこと聞いてこないんですよね。要件と効果が中心ってことですから、制度の名称、例えば即時取得と呼びますとかね、不動産物件変動って呼びますよとかね、債権者代位権っていう制度ですよとかね、そんなこと聞いてきません。いいですかね。だやっぱこの左と右で何が違うのかっていうことから、まず分かっていただきたいことは、民法で意識することと、行政法で意識することって違うんだよということです。同じ記述式なのに。同じ記述式なのに。
同じ記述式なのに民法と行政法では言ってしまえばテキストの見方が変わるということです。テキストの見方が変わるんです。いいですかね。そこをまずは分かろうと。で、そういうことが分かるのも過去問をしっかりと検討するからなんですね。過去問をしっかりと解析をするからこそできることなんだということです。ほら、意識変わってくるでしょ。やっぱりこういうことを分かってると、やっぱりテキストの見方が変わってくると思うんですね。で、それをまずは感じていただきたいということです。まあ、後でじっくり見ますけどね。はい。そして二つ目です。はい。手段提示型と名付けました。手段提示型と名付けました。はい。こういう時はどういう訴訟ができますか？はい。こういう時にはどういう対応すればいいですか？というふうにして、どういうことができますか？どういうことがやれますか？っていうことを、これを書かせるというタイプです。これも、民法では、まあ、丸の2番の効果型っていうのがそれに近いんですけども、やっぱりちょっと頭の使い方としてはちょっと違います。ちょっと違います。まあ、後で詳しく話しますけどもね。まあ、手段提示型ということです。はい。そして3番目、要件型ということで、これは、いわゆる平成18年とか平成25年に出てきた訴訟要件。これの話のことを言っています。いいですかね。行政法の場合って、要件書かせるって問題って、やっぱり訴訟要件が、やっぱり一番メジャーなところでして、訴訟要件に関しては、まあ一応18年と25年に実際の出題実績があるということですので、まあそこら辺をね、実際の問題を使いながらお話をさせていただければということです。ですかね。はい。まあ以上が民法と行政法、まあ一応型としては3パターンあるということで、ちょっと書かせていただきました。ですかね。まあまあ、こういうことなんだっていうことで、まずね、なんか3パターンぐらいあるのかなっていうことが分かればいいかなということです。一応私のスタイルとしては、例えば、はい、行政法の丸の1、定義型ですから、定義型の場合にはこうやって解くんだよとか、行政法の丸の2、手段提示型だから、手段提示型の場合にはこうやって解くんだよみたいに、型、出題のパターンによって解き方変えるってスタイルではありません。全部一緒です。全部一緒。ただね、なんでこの話いきなりするのかっていうと、さっき言った通りですよ。聞くとこ違うんですよ。聞くとこ違うんです。だからね、例えば、民法では制度の名称を聞いてきませんから、制度の名称を覚えたってしょうがないんですよ。正直なとこ言っちゃうとね。まあ、もちろん、損害賠償請求とかね。あとは、例えば、契約の解除とかね。やっぱそれはさすがに覚えなきゃいけないんだけども、ただ、いわゆる、はい、これって何？例えばさっきの債権者代位権とか、差害行為取消権とかね、代位弁済と呼びますとかね。そういった制度の名称をそのまま書かせるってことは、基本的にやってこないというわけです。だから、極端な話、民法の場合は、制度の名称を覚えてなくても、記述はできるんですよ。できるんです。やろうと思えばできるんです。だけども、はい、行政法の場合は全く話になりません。だって一番出てくるのそこだから。あれこれ何訴訟って言ったっけ？はい、10点マイナス。こんな感じ。いいですから、もうその時点でアウトなんですよ。ただそれって逆に言っちゃうと、はい、これは、ちょっと定義を覚えてないんだけども、確かこれって、形式的当事者訴訟って呼ぶんでしたよね。はい、正解、みたいな。わかりますかね？そういうことですよ。形式的当事者訴訟8文字。これで10点ですよ。まあ、10点もらえるかどうかって採点基準が公表されてないんであれですけど、まあ、例えとしてはそういうことですよ。ね、8文字かけただけで10点取れるというぐらいのものっていうのが行政の出し方なんですよ。だから全然頭の使い方違いますよね。関心の持ち方が違うんですよ。で、そういうふうに、やっぱ関心の持ち方が違うんだってことを分かってれば、あ、今自分は民法を勉強してるんだから、民法の場合は、あ、要件と効果をまずちゃんと覚えなきゃな。制度の名称、ちょっと一旦置いとこうと。まずは、要件と効果をちゃんと覚えなきゃってことになるでしょ。だけども、行政法の場合は、要件と効果ってそんなに出てきませんから、あ、執行停止？要件？あ、いい。まずは執行停止ってものがあるんだなということ。これを覚えようとか。これでいいんですよ。あ、こういう場面の時に仮の義務付けができるんだなとかね、いうふうにして、どういう場面でどういう手段が使えるのかっていうこと、これを覚えようってなるんです。ほら、勉強の仕方変わるでしょ。そこを分かってほしいんですよ。そこを分かってほしい。やっぱり、問題文の検討とか、知識の抽出なんて私ずいぶん偉そうなこと言ってますけども、最終的には、皆さんにテキストの内容を覚えていただく必要があるんです。
テキストとは別にこの記述のテキストじゃないですよ。皆さんが普段使っているのは民法の教科書とか、行政法の教科書とか、あっちのことです。いいですかね。だからそういったものを覚えていただく必要があるんですが、ただ、これちょっと半分悪口になりますけども、何でもかんでも覚えろっていう人いるでしょ。私あの人大っ嫌い、あの人って誰だって話ですよ。まあ、そういう人いらっしゃいますけども、それ全くトンチンカンだってのがわかるじゃないですか。そこをまず気づいていただきたいんですね。で、私別にそれ、なんか適当に言ってるわけではなくって、これから実際に、記述の過去問を見ていくわけです。一緒に見ていくわけですけれども、記述の過去問を見てるとそこわかるんですよ。あ、本当だ、要件じゃなくって、まず定義を覚えなきゃいけないんだなとかね、いうことが、やっぱり実際の過去問を見ていただければわかるんです。それをまずは皆さんにしっかりと伝えたいと。まあ、それも、この記述過去問解説講座の開講の、まあ、コンセプト、狙い、趣旨ということです。ですかね。まあ、そこら辺をぜひね、一緒に見てっていただければと思いますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。よろしいですかね。はい。はい。まあ、以上ということです。ではですね、行政書士、記述過去問解説講座、まあ、ガイダンス、導入講義はこれで終了としまして、この後早速、実際の過去問を検討しながら、まあ、一緒に検討しながら、記述の問題の解き方、確立していければと思います。じゃあ、一旦終了しましょう。お疲れ様です。